さあ、やっていきましょう。ニコニコ挑戦試験2015。あと何戦？あと5戦。13の12か。はあ。はあ。こっから5連勝したら、1600乗らないですね。いや、1800台とかとワンチャンピューンって、あとなんだよ、ダグトリオっては。ダグトリオとか、あの生主さんが使ってたの以来だろ、マジで。あ、モグラだからなのか。好きなんだな、モグラがな。でも、モグラってさ、生で見たことないですよね。あんまり、学校とかのさ、なんか、学校の裏とかに、なんか死体がこう、いたりするのが、なんかね、5年に1回ぐらいあるかないかぐらいですよね。モグラってね。見たことないわ。まあ、いや、そんなこと言ってる場合じゃないですよね。まあ、モグラさんはね、あれですよ。大概、助けって相場が決まってるんで、まあそうでしょう。で、待機もそんなないんで、まあ、もう裏さん出てこないんじゃないですか。出てこないですよ、きっと。適当すぎません、さっきから。パールだな。スカパル。スカパルを倒すには、どうしたらいいでしょう。スカパルはでもあれかな？ナットでどうにかすればいいのかな？ゲンガーがいらない、むしろ。でもね、ダグ早いんだよね、こいつ、こう見えて。めちゃめちゃ早いですからね。いいや、これで。対戦お願いします。ただね、怠けアイアントがちょっと怖い。怠けアイアントの僕、相手したことないんですよ、一回も、うん。知識としてあるけど、どういう風に立ち回っていいのか全然知らないっていう。パルから来るの。パルから来るの。マジっすか。これ、力入った方がいいの？どうせジャイロは打つけど、ジャイロ打って、宿りに打ってジャイロの方がいいのかな？宿りに打ちましょうか。パル引っ込める。引っ込めて、オーロッド。収穫オーロットマンですか？収穫オーロットマンは、焼く。なんだよ、それ。あー、な、あー。無理やりだっすよね。ロックブラーショスカパルか、じゃあ。じゃあスカパルだな。じゃあスカパルだな。じゃあスカパルだな。もうそういう、決めつけ。はい、スカパル。はい、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 イーブン。はい、イーブンです。はい、イーブンです。ステロ。まあ、引っ込めますからね。まあ、分かってますよ。で、オーロットでしょ？どうします？居座ります？どうせ、呪いとかかな？やってくんの。ちょ、待って。相手の気持ちになって考える。ああ、ヒートムはまあいますよね。ヒートムかリーサがいるだろうな。でもここだったら、まあ安定コードとしてはもう一回相手ここで引いてくるから、鬼火は通らないでしょ？で、鬼火通らないから、まあ呪いとか打つのもいいし、でもまあ、このまま交換戦でステロ巻かれちゃってるから、結構厳しいところがあるんで、パルは消耗しちゃうんで、まあそう考えるとここは呪いだと思うな、俺は。俺は呪いだと思うな。呪いでしょ。ああ、もうダメだ。相手の気持ちになれない。相手の気持ちになれない。だって何があんのよ、じゃあ。この交換戦の行く末に。何があるんだよ。てか完全にあれじゃん。スカトリ君、絶対スカーフ巻いてないのバレてんじゃん、これ。絶対スカーフ巻いてないじゃんって思われてんだけど。え、つらら？ 6 グラ。どうしよっかね。なんか時間ばっかり消耗してきそうな感じしてますよね。まあ、ここで引くのは愚策ですからね。まあ、ここは、いいんじゃないですか。相手打ちます？うん。まあ、ごめんなさい。僕、素直なんだけど。
んまりね、ひねくれた考えしてるようでしてない。はい、でも一発じゃ落ちないですよね。半分いかないね。東海だからか。あ、全然いかないですね。あー、どうしようかな。そしたら打っちゃってもいいですけどね。あ、引っ込めるんだね。電流なんかまた別個なのが来た。なんか来た。電流か。電流でなんか打開策があるのかね。急所でこれですか。電流打開策あるのかな。意外とこう見えて耐久高いんですよね。で、C もめっちゃ高い。波動弾とか打ってきちゃう感じ、もしかして。もしかしてだけど、スカパルってどこまで抜けてるんだろう。陽気最速で、うわ、スカパル、パル80ぐらいじゃなかったかな。そう。いや、でも、もうちょっと早かった気もしないでもな。一回様子見ます。ちょっとまあ、あまりこの守るは僕としては正直不本意な守りなんですけど、まあでも持ってんだろうな、少なくともな、少なくともでしょう。はい、守るからの10万ボルト。あれ、持ってないのかな。持ってないんなら粘るけど、粘ってよく行きは、俺、持ってないぞ持ってないぞ、これ。で、ここオーロットでしょ。お、これ電流止まりますね。オーロット焼けばいいだけの話ですね、これね。はい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 。ってことは、どうしたらいいんだ。ここだって、ねえ、守るよ、俺は。なんでシャドクロシャドクロ辛いんだな。はい、じゃあ鬼火じゃないんだったら、じゃあもうジャイロでいいんじゃないですか。鬼火あるんかーい。さっさと撃てよ。撃つタイミングあっただろ、まだ。たまらず退散とでも思ったが、ここでたまらず退散とでも思ったが、退散しないんだよ。ここで宿り木を打つんだよ、俺は。なんでさ、なんでナットレイにそんな強気でいられるの、オーロット。あと無駄かわし。完全に無駄かわしですね。強気だなぁ。まあ、この辺で引きますかね。さすがにね。シャドクロー。どんだけ入るかかな、あとは。はいはいはい。まあでもなんだろうな。鬼火入れちゃえばいいんじゃね的な感じはしますよね。はい、オッケー。これで、多分、お互いが、どうなるかなんだ。え、ってか、普通に、居座った。ちょっと待って。普通に居座ったぞ、こいつ。ヒートロトムを前に。おや？どういうことだってばよ。どういうことだってばよ。一回途中で引きゃいいか、そしたら。10万。あ、もう読みもクソも減ったくれもなさそうですね、今日はね。もうなんなんだよ。諦めてくれよ。ここでシャドクロ打つってそういうことだろ。もう無理ですっていう感じなんじゃないんですか。違うんですか。収穫！お盆の実を収穫。その場で食べることによって、なんと体力の 30% ぐらいが回復していく。やったぜ。
おばひ。はい。はい。あああああなんなんだよ。収穫。それはこの場でおぼ。なんで変えたの？なんで変えたんですか？電流なんですか？そんなんすか？なんかもう、なんだかなぁ。なんだかなぁっていう感じですよね。はい。あ、でも意外と入るね。でだよね。ナット捨てちゃってもいいかもなぁ。なんか納豆、そうね。なんか、あと、ゲンガーで一層できそうですよね。できるよね。あーでも、そうか、スカパルがいるのか。スカパルを10万。スカパルがいるからなぁ。ちょっと、ここは、これでもう一回こっちに引こうかと。引かないんだね。強いね。強いね。きついね。急所だね。メザ氷じゃ多分落ちないな、このダメージ量だと。うわ、ギリ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 。ちょっといろいろ考えすぎましたね、今日いろいろあって。いろいろあっていろいろ考えすぎた結果って感じですかね。この辺でスカパルが出てくる。これで、どうしたらいいんだろうかな。まあ、こっちでしょうね。まあ、これでもうパルは次引けませんので、あとは、まあでもつらら、ここはつららでしょうね。耐えないこれ。あ、やばい、まずい。あ、これやばい、スカパルに。あやべえ。あやっちまいましたな、これ。あ、スカパルにやられちゃうパターン、これ。おや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 。こんだけ読み外しまくってこの結果なんすか。やばくないですか、これは。まあ、さすがにな、初速は抜かれてますよね。しゃあないな。大丈夫か、残ったか。急所かろうじて。戦ってた。グダグダにも程があるな、この試合。本当に。はい。さあ、これでシャドボ打って対戦ありがとうですね。はい。まあ、シャドボで落ちなくても、ワンチャンス 90% があるんで大丈夫でしょうと。うぃもうこれが僕の限界ですね。もうここまで読めないっていうのはすごいな。悲惨とかそういうレベルじゃないね。いやー、余計なこと勘ぐりすぎだったかな。なんか変に混乱しましたね。もう一戦いきますか。さあ、残り4試合。やっと1500に戻ってきた。そんなパーティー使ってましたっけって感じなんですけどね。そんなね。よし、もう全部、こっから全勝。こっから全勝でいこう。もう、決まってこうぜ。負けました。無理です。投了です。投了です。
いや、こっちか。ステロ巻いて、ガモスきついなぁ。水君か？いや、水君はないだろう。ボルト見て水君はないだろう、さすがに。レートビームはでもありそうですね。これで対戦お願いします。なんとかなるんじゃないですか、ステロ巻いとけば。なんか初っぱなからなんか海流とか飛んできたらヒーって感じなんですけど、ボルトルス、まあ、とりあえず出しがち、気合玉マンっていう可能性がある。初っぱな気合玉マンみたいな。まあでもステロ巻いときますよ、ね、ステロだけ巻いとけばとりあえずお前の仕事はおしまい。いいな出勤20秒で、出勤14秒でステロを巻くだけの簡単な仕事。メザ氷でしょうね。メザ氷、交換読みメザ氷、交換読みメザ氷なのかな。交換読みメザ氷、波動弾ないのか。じゃあ最近ね、電磁波ないんだろうな。波動弾ないですね。じゃあこのボルトね、ないですよね。そしたらだいぶボルトにやりやすくなったんで、次考えることはボルトはナットで止まるから、あとはガモスをちょっとどうにかしたいですよねっていう話ですか。はいはいはい、ガモスどうにかしたいんですけどね。だからなんでこうここまでメザ氷を連発されるのかがちょっとわからないわからない。ガブ嫌いなんだろうね。めっちゃガブ嫌いなんだろうね。わかるよその気持ち。いやだからつってゲンガーは投げられないですよね。電磁波持ってるんだろうなっていうところで、もう一回宿りにいますかでしょうね。で誰が来るんですか。フチーとかやっぱガブ嫌いなんだなやっぱガブいやどうしても嫌いなんでしょうね。で何してくるか。研磨叩くかな。ファイヤー持ってない。ファイヤーも持ってないですよ。ファイヤーは多分持ってないんで、畑落としに来るんだろうなっていう空気を漂わせつつ、一回様子見守るかな。剣舞はないだろうな。剣舞されたら負けか。いや、剣舞されたらゲンガーで、どうにかする。守るからの剣舞みたいなね。でもガモスいるのに、ガモスいるのに持ってるんですか。どうしようかなここ。なんか見えすいてますよね、炎の牙。全然畑もじゃれつくも超選択肢みたいな。ジャイロだわ。でしょうね。交換はできない。こういう交換はできない。なんか今日はここ交換して、ボロクソに負けてるのがもう99割なんで、これでいいと思う。はい、大したダメージ入らないで。で、次の選択肢だよな。もう一回こう卓が来るんで、そこをどうにかしなきゃいけない。なんかこんなに卓を増やさなきゃいけない。いやでもね、僕なんでこのパーティー使ったかっていうと、この大会で。もともとゴリ押しパなんですよね。ゴリ押しパでずっとやってて。で、そのゴリ押しパの、
要は延長線上でなんかやっていこうかなって思ったんだけど、ただそれだとそのなんていうか、なんかこうもう全然止まっちゃってね、全然なんかこうどうせ上積みもないし、あんまり大会の動画として面白くないだろうなと思ったから、ちょっとこう全然違う角度からパーティーを作ろうと思って、その何だったら勝てるかと、ポケモンの知識じゃ多分ガチ勢には勝てないと、プレイの要は総数みたいな、プレイ対戦数でも全然勝てないだろうとっていうことになった時に、じゃあ果たして何だったら勝てるかなってすごい考えたんですよ。口の引っ込める読み合いじゃねって思ったんですよ。読み合いだったらワンチャン勝てるんじゃないかと思い、極力卓が発生するようなこうパーティーを選んだが結果ナットレーだったんですよ。相性がいいやつ組ませてったらこんなになったっていう、そういう結果こうなりました。シャドーボーよし、これ分かったかな、これはラス1どっちだろうな、ガモスかラティ、ラティか、ラティだったか、これ初手取れますからね。はい、シャドーボーでいいでしょうと、いいのか、あの身代わり貼ってあるからいいでしょ別に。はい、これどれぐらい入るんだろうな、落ちてほしいけど、さすがさすが弟いやーいいよ、まだまだ手はあるからな、こちらにも。おう、そう簡単にやられちゃ問屋が下ろさねえぜ。癒しの願い、神秘のベールに包まれて今リラクゼーション効果を発揮して、尖った岩が刺さってそこに鬼火がぶっ刺さっていく、ルル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 ルドゥン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 ボン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 ドゥ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 ン、さすがにね、そりゃそうでしょ、なあ、出なかったらもう何が始まるんですかって話ですから。はい、 OK、 したらあとどうしようかな、じゃれつくあるでしょ、じゃれつく、はたき、この牙、不意打ちない、ああ、そんなまさか、そんなまさか、はい、対戦ありがとうございました。まさか、まあ、何が起こるかわからないのか、ポケモンだからね、技すらわからないからね。